ジロのアトモスヘルメットジロスポーツデザインはアメリカ合衆国のサイクリング用品、スキーやスノーボード用品メーカー。イーストンベルスポーツの子会社であったが、2016年からアウトドア用品メーカーのビスターアウトドアの子会社。ブラックバーンデザインでデザイナーとして働いていた元サイクリストのジム・ジェンテスが1985年にカリフォルニア州ソーケルに創立。 最初の製品はトライアスロン用ヘルメットだった。会社を創立した同年、アメリカサイクリング協会はすべてのサイクリストに対し国家企画協会の企画に合うヘルメット着用を強制する安全基準を設定したため、これに合うヘルメットを開発するため、NASA のエンジニアだったレーモンド・ヒックスの協力を得て、ライクラを素材としたプロライトというヘルメットを開発し発売する。 これはフレームがない軽量なヘルメットとして、現在も改良され販売されている。1996年に当時競合だったベルスポーツにより買収される。ベルスポーツは、その後、BRG スポーツという会社となるが、2016年にビスターアウトドア二次郎を含むアクションスポーツ事業を売却した。ありがとうございます。